はい、どうも、笹原です。今回は健康寿命っていうのを10歳伸ばしたいなら、この5つの習慣を始めてくださいというテーマでお伝えします。ではまず最初に1つお聞きしたいんですけども、健康寿命を伸ばすために、なんかすごくきつい運動を頑張らなあかんとかいうふうに思ってないですか？実は健康寿命を伸ばすためにそんな難しいことでする必要性ってないんです。逆に難しいことせなあかんと思って、今自身何もしないことの方が問題なんです。なので健康寿命っていうのを伸ばすための一番の秘訣っていうのは、大きく変えようとするのではなくて、もう今日から簡単にできるような習慣っていうのをちょっとずつでも変えていく、これが非常に大事になってきます。そこでこの動画ではもうほんと簡単にですね、今日からでも実践すぐできる健康寿命っていうのを伸ばすための方法、習慣ですね、こちらっていうのをお伝えしてきますので、ぜひですねこの動画最後までご覧になっていただいて、この5つ全部じゃなくていいです、1つだけでもいいので実践してもらって、健康寿命っていうのを伸ばしていただければなと思います。では早速ですね、健康寿命っていうのを10歳伸ばすための1つ目の習慣っていうのは何かというと、毎朝朝日っていうのをちゃんと浴びることです。でこれを聞くと、え、朝日って日浴びるだけでいいの？っていうふうに思ったかもしれないですけども、実はこの日光を浴びるって、なんか特に女性とか紫外線があるから、その日浴びるってあんま良くないってイメージがあると思うんですけども、実はもちろん浴びすぎっていうのは良くないですけども、実は日を浴びるっていうのはそれ以上にやっぱりいいこともたくさんあるんです。例えば日光を浴びるとビタミン D ってものを生成します。でこのビタミン D っていうのはカルシウムってものの吸収っていうのを助ける働きがあります。なので骨の健康状態っていうのをちゃんと維持するために非常に大事になってきますし、他にも免疫機能っていうのを調整するっていう働きがあるので、だから病気の予防になったりとかですね、そういった日光を浴びることによって健康維持のための様々な効果っていうのが期待できるんです。なので1日 2,3 分とかでもいいです。もう少ない時間でもいいですので、窓を開けて朝日を浴びてですね、まあそこでちょっと深呼吸するとかですね、そういった習慣を作るようにして、日光っていうのをできるだけですね浴びる、まあ浴びすぎは良くないですので、適度に浴びるっていう習慣作りっていうのをぜひ作っていただければなと思います。はい、では次の健康寿命を10歳伸ばすための2つ目の習慣っていうのは何かというと、体をゆっくりではなくて早く動かす習慣っていうのを作ることです。でこれを聞くと、え、体ってゆっくり使った方が良さそうってイメージがあると思うんですけども、実はそれは間違いで、実はゆっくり使ってしまった方がバランス感覚っていうのが落ちやすくなって、こけやすくなってしまったりとか、あとは体の痛みっていうのが出やすくなって、痛みの悪化につながって、で動く量が減って将来的な寝たきりにつながってのリスクっていうのを上げてしまいます。ただこれだけ聞いても、なんかゆっくり動かすのがなんでそういったことにつながるのかっていうのがいまいちイメージができないと思うので、まあ簡単に説明すると、まず人間っていうのは筋力が落ちると思われてますけども、実はそうではないです。筋力じゃなくてバランスを取ろうとする感覚、例えば立ってる時とかでもその位置に維持するために働くような感覚の方が圧倒的に落ちやすくなります。例えば若い時っていうのはこうやって足を閉じてですね、閉じてまっすぐ立ってもそんなふらつかずです。ふらつかずまっすぐ立てるんですけども、だんだんとこのまっすぐちゃんと真ん中に立つってことがバランス感覚が落ちてきてできなくなってきて、こうやってふらつきやすくなります。じゃあこうやってふらつきやすくなると人間どうなるかというと、足の幅をちょっと広げたりして、でさらにちょっと体を下にですね、膝を曲げてですね、重心っていうのを低くすることによって体を、ここの太ももの筋肉とかですね、大きな筋肉を使って支えようとします。じゃあ一見その方が安定して良さそうに思うんですけども、実はこの下半身の筋肉を使って体を支えるってことを覚えてしまうと、本来はこの辺使わずですね、バランスを取る能力っていうので立ててたのが、下半身の筋肉で立つってことを覚えてしまうので、バランスを余計ですね取ろうとするってことをしなくなる。するとバランス感覚っていうのがさらに落ちてきてしまうんです。でバランス感覚っていうのが落ちてしまうと、さらにもふらつくようになってしまうから、さらにですね膝を曲げたりとかで、さらにちょっと小指側に体重をかけて、俗に O 脚ですね、あのような状態にして、すっごい筋肉を使って支えるようになってしまいます。じゃあこの筋肉っていうのは本来ですね、無理やり支えるように
作られてないので、それがずっと積み重ねるともうやめてってなって腰に来たり膝に来たり、そういった痛みにつながります。そういった痛みになると余計に体を使わなくなってしまったりするので、その悪循環によって将来的に寝たきりにつながってしまったりします。さらにもう下半身の筋肉ばっかり使ってたら、これで安定させてしまっているので、いざ何かで例えばつまずいてこけそうな時に、もうフラットになった時にはバランスを取るっていう能力がもう格段に落ちてしまっているので、こける転倒につながってしまう、で骨折につながってしまう、で骨折とかになるとやっぱり動かなくなってしまうので、やっぱ健康寿命とかがやっぱ短くなりやすくなってしまったりします。なのでこういった悪循環ですね、もうバランス感覚であったりとか、もう筋肉ガチガチに変に使いすぎて痛めてしまうっていう、こういった悪循環をちゃんと断ち切るために大事になってくるのが、冒頭でお伝えした体を早く使う習慣っていうのを作ることです。例えば椅子に座ってて立つっていうこの一つの動作にしても、座っててもうこっからですね、よいしょよいしょとゆっくり立ってしまう人っていうのは、このよいしょのゆっくり立つ時って、ここの太ももの筋肉触ってみてほしいんですけども、すっごいカチカチに固まってしまうんです。なのでゆっくり使うと、この太い筋肉っていうのをガチガチに固めて使うっていう風になってしまいます。ただこうやって座ってて、そっからもう股関節を曲げるようにしてですね、よいしょっとなるべく早く立つっていう風な行動ですね、普段からしとくと、変にここの筋肉を使わずですね、もう体全体を使って使うっていう風になります。そうなると太ももとか変に筋肉を使って動かすっていうことがなくなってくるので、椅子から立つ時でもバランスを取りながら体全体を使って立つようになったりとか、あとは歩くにしてもゆっくり歩くと変に筋肉を固めながらバランスを取ってしまいますけども、もうなるべく早く歩こうでしたら、変に筋肉を固めずにバランスをちゃんと取りながら歩こうと無意識にするので、バランス感覚の低下っていうのを防ぐことができます。なので日常の動作何でもいいです。さっきの椅子から立つ時とか、あとは歩く時とか、そういったちょっとした動作っていうのをいつもなんかゆっくりしてるなっていう心当たりある方は、ぜひちょっと早く使うっていう習慣をつけてみてください。こうやって習慣を変えるだけでバランス感覚の低下っていうのを防ぐことができるので、もう健康寿命ですね、寿命っていうのを伸ばすことに効果が出てきます。はい、では次の健康寿命を10歳伸ばすための習慣の3つ目は何かというと、毎日5分だけでもいいですので、自転車を漕ぐような時間を作ったりとか、あとは自転車乗れないって方はウォーキングする時間を作る、これだけです。で、これも皆さん結構勘違いしてるんですけども、例えば歩くとかさっきの自転車漕ぐにしても、なんかすごくガーッと頑張ることによってなんか元気でいれるって思ってる方多いんですけども、実はそんなことなくて、短い時間でいいので、それを継続してやる、こちらの方がやっぱり体にはすごくいいんです。特に私がすごく推奨してるのが、やっぱり自転車を漕ぐ時間を作るってことです。で、もちろんウォーキングもいいんですけども、例えば膝が痛いとか、あとはなんか変な歩き方の癖がついてるとかなると、逆にですね、負担がかかって痛みの悪化につながったりしてしまいますけども、自転車漕ぐっていうのはみんな同じフォームですし、変にですねガッと体重がかかったりしないので、やっぱりその上で股関節とか膝の関節のこの曲げ伸ばしを繰り返すってことができるので、関節運動になってくる。で、この関節運動っていうのをちゃんとできていれば、関節がちゃんと動いた状態がキープできますので、長くですね自分の足腰を保つってことが可能になってきます。特に年齢を重ねてくると、まあ先ほどもお伝えしたような筋肉がガチッと固めて使うような習慣っていうのができてきて、で、なおかつ関節ですね、特に痛いと股関節とか膝の関節を動かさなくなってしまったりして、で、関節が動かなくなってしまうと、さらに先の悪循環になりやすくなりますので、だから筋肉を柔らかくするようなですね、体を早く使うっていう習慣を作りながらも、自転車でなるべく早く漕ぐようにするとか、なるべくちょっと早歩きぐらいのペースで早く歩くような習慣を作るですね。この時間を5分だけでもいいので作る。これがあるない。でも、もう10年、20年で見た時の健康寿命というのが全然変わってきますので、ぜひ、もう長い時間は必要ないです。5分でいいから自転車をこうやりとか、ウォーキングするような習慣っていうのをぜひつけていただければなと思います。はい、では次の健康寿命を10歳伸ばすための4つ目の習慣っていうのは何かというと、毎日ですね、息を大きく吸ってぐーっと上に伸ばして、で、ふーっと吐くですね。こういった
ちょっと背伸びしながら深呼吸するような時間っていうのを作ってあげることです。で、これもこれだけって思うかもしれないですけども、実は人間の体を作ってるものっていうのは、外から取り入れたものでできています。じゃあ、外から取り入れたものっていうのは、食べ物ってイメージはすごくできると思うんですけども、実は食べ物以外に外から取り入れてるものがあります。それは何かというと、空気です。なので人間っていうのは食べ物は結構気をつける方いてるんですけども、食べ物だけじゃなくて実はこのちゃんと空気を取り入れるっていうこともすごく大事になってきます。特に人間っていうのがまず筋肉っていうのがまあ何度もお伝えしているように硬くなりやすくなります。特にこの上半身っていうのがガチーッと固まってきてしまうと、要はここに肋骨ってのがあるので、肋骨がちゃんと開いて閉じてっていう風にできないので、要は呼吸ってのが浅くなってしまうから、ちゃんと空気を取り入れるってことができなくなってしまいます。で、さらにこう上半身が硬くなってしまうと、自律神経って呼ばれるものが乱れやすくなってしまいます。で、この自律神経っていうのが乱れてしまうと、簡単に言うとそれによって呼吸っていうのが浅くなりやすくなりますので、なので、ちゃんとここを固めない。ためにもでさらにちゃんと空気を取り入れるためにもこう縮こまったのをぐーっと伸ばすようなですね背伸びっていうのをやる習慣をつけてでさらにその時に大きく息を吸ってでふーっと吐くってことをちゃんとやっておけばここの筋肉を固めるっていうことを防止することができますしさらに浅くなってなかなか空気を取り入れないっていう方がちゃんと深呼吸をすることによってちゃんと空気を取り入れることができる。なのでそういったことをちゃんとしとくことによって体っていうのを作ってるちゃんと空気を取り入れることができるのでそれはやっぱ健康寿命にもつながってきます。なのでこれもすごく簡単ですよね。ほんと10秒ぐらいだったらできることですのでぜひ日常生活の中にですね取り入れるようにしてみていただければなと思います。ではいよいよラストですね。でこれは現代人に非常に多いですのでぜひこれも最後まで聞いていただけたらと思います。では健康寿命を10歳伸ばすための5つ目の習慣っていうのは何かというと、小麦粉っての食べる量を増やすより、〇〇ってのを食べるようにしてくださいっていうことです。で、まずこの健康維持のために、まあ、ちゃんと表面の体を整えるのも大事ですけども、先ほどもお伝えしたように、体内に入れるものっていうのも非常に大事になってきます。特に、この腸ですね、この腸の状態をちゃんと維持しておくっていうのは非常に大事になってきます。ただこの小麦粉ですね、小麦粉っていうのを多く取りすぎてしまうと、要はグルテンってものが含まれてるんです。で、このグルテンってものを多く取ってしまうと、この腸ですね、腸の中で消化っていうのがしっかりできなくなってしまうんです。で、この消化ってものができなくなっていく、要は負担がかかってしまうと、それと同時に代謝と呼ばれるものっていうのが低下してしまいます。で、この代謝が落ちるってどういうことかというと、まあ、例えば外から来た何か異物とかを排除するような働きですね。要は免疫の働きとかです。こういったものが落ちてしまうのに、やっぱ病気につながりやすくなったりとか、あとは最近多いのがやっぱ花粉症とかですね。花粉っていう異物が来た時に、要はしっかりと排除する働きがないから体内に溜まりやすくなってしまう。だそれになって花粉症ではひどく出やすくなってしまいます。あとこの代謝って働きにはこのエネルギーを作り出す働きがあります。要はあのガソリンみたいなものですね。なんかちゃんと代謝ってのが高まっていればすごくですね、活発的に動くことができるんですけども、代謝ってのが落ちてしまうと、要は体の中のガソリンってのがちゃんとできなくなってしまうから、なんかもう一日中体がだるくなるとか、やる気が出ないとかですね。そういった状態にも陥ってしまいます。あとさらにこの小麦粉の厄介なところってのは、この小麦粉っていうのは中毒性があるんです。これどういうことかというと、例えば同じ炭水化物の中で、要はご飯とかですね、ご飯とかっていうのはそんななんか、いつもなんか食べて食べたくなるってならないんですけども、小麦粉が多い、例えばなんかクッキーとかですね、そういったものってなんか食べてもなんか欲しくなったりしますよね。なのでこのグルテンっていうのが含まれた小麦粉っていうのは、もう消化にすごく負担がかかるので、取りすぎは良くない。上にもう中毒性が悪いから取りすぎてしまうっていうこういうなんか厄介なものなんです。なので健康寿命を伸ばす健康維持するために大事なのは小麦粉の量ってのを、まあ、いきなり減らすってのはなかなか難しいと思うので1日トータルの中で3分の2にするとか半分にするっていう努力をしてもらってでさらにですね炭水化物を取るなら小麦粉で取るのではなくてできればお米で取るようにしてほしいです。
で、やっぱりこの炭水化物っていうのもやっぱり栄養素なので、全く取らないっていうのも良くないんです。ただ、小麦粉で取ってしまうと先ほどのような、消化しにくいっていう風になってしまいますけれども、やっぱお米っていうのはやっぱ昔から、人間、特に日本人っていうのはお米で取ってたので、やっぱり消化っていう面を考えても、炭水化物を取る場合に小麦粉よりもお米の方がやっぱり大事なんです。なので普段ですね、なんか焼きそばとか、あとはなんかパンとかですね、そういったなんか小麦粉の多く含まれているものっていうのを食べてしまってるっていう方は、ちょっと減らすっていう風なことを頑張ってみていただいて、まあ、お米を食べてですね、炭水化物はお米で食べるっていう習慣に、まあ、ちょっとずつですね、切り替えてみていただければなと思います。はい、では5つの習慣は以上になります。で、最後の5つ目はちょっと難しい、なかなかしんどいっていう風に思う方いるかもしれないですけども、残りの4つっていうのは、まあ、今日からでもですね、やりやすいやつもあったと思いますので、まあ、5つやるのが理想的ですけども、どれか1つだけでもいいので、今日から習慣にしてみてもらって、もう健康寿命ですね、特に寝た気にならないようにやっぱなってもらいたいですので、もう10歳、20歳と健康寿命を伸ばすためにも、今日の習慣づけっていうのをぜひ意識してやってみていただければなと思います。このチャンネルではこういった健康を維持するための情報っていうのを日々発信しています。なので、この動画が良かったって方はぜひ、グッドボタンを。あと、こういった健康に関する情報っていうのを見逃したくないって方はぜひ、チャンネル登録と、その横にあるベルマークですね。このベルマークを押してたら、ちゃんと通知がいて見逃すってことを防ぐことができますので、ぜひ、チャンネル登録とベルマークのボタンを押すってことをしていただければなと思います。で、さらにちょっと特典をプレゼントしてまして、今ですね、その関節痛っていうのを自分で解消して、杖なし、手術なしで、一生自分なしで歩くための3ステップ動画講座という講座っていうのを LINE に登録いただいた方に無料でプレゼントしています。その LINE の登録ですけども、下の概要欄から登録することができますので、ぜひですね、そちらも登録してみてもらって、生涯で自分なしで歩くためのそういった方法っていうのも知っていただければなと思います。